はい。みなさん。こんばんは。イエイイエイ。はい。えー、声、カスカス。<laughs> ほんま、登場でございます。はい。なんと、今日から2月。イエイイエイ。嬉しいですね。ありがとうございます。ヒューヒュー言うてくれてる。まあ、2月はね、やっぱりちょっと短い月なんですけども、まあ、バレンタインデーもありますしね。短い月ですけども、月8でも。 盛り上げはい2月もこんなカスカスな本間がたくさん登場するかもしれませんが元気よくいきたいと思いますのでそれではまず最初に「月八といえば本間隊」のオープニング動画がございますのでそちらを見ていただきましょうオープニング動画どうぞ とと、はいえー、といいいいううことで見てたただきまましたイエーイエーイあ,ありがとうございますもうねスタッフさんなんてもう毎週のように見てるから見飽きてるだろうと思うのに <laughs> パチパチパチって「いえいえいえ」ってやってくれてるブースの向こうでありがとうございますはいあのー、いつもはね月八の場合はこういうスタジオの中でしゃべってるだけのほんま トーク中心の本間をお届けしてるっていうわけなんですけどもあの女優のねお仕事もさせていただきつつあのプロレスでリングの上でもあの戦っているっていうそういうお仕事もさせていただいてるんですけどもあの毎週ね月8って月曜日の20時じゃないですかで大体試合ってまあ土日は、まあ、ほぼ試合なんですよ。であの時々金曜日も木曜日日もも木っていう あの試合が続くとあの日頃からカスカスな <laughs> 日頃ね生まれた時から私ハスキーボイスなんですけどあの生まれた時からカスカスなほんまの声は連戦を重ねるとさらにこの声になってしまうという <laughs> なので月曜日、あのー、いつもよりも。 あちょっとカスカスやなほんまさんって思った時はあ連戦続いてたんかなって思っていただけたら <laughs> 嬉しいなと思います本当にね連戦で木曜日に自分たちアクトレスガールズの大会をやらせていただいて、えー、金曜日に大阪行って でえー、土曜日日曜日に連戦3試合してで今日、あのー、午前中にちょっとあの舞台のお稽古もしてきたのでもうそりゃ声カスカスですわ <laughs> カスカスだし、あのー、体中あざだらけなんですけどもでもね、まあ、こんなご時世の中、まあ、このご時世じゃなくてもねあの思うんですけどもやっぱりホンマ耐えという、まあ、商品じゃないですけど。 私を通してリングに立ったりとか舞台の絵を通して皆さんに会えるということは幸せなことでしかないので感謝をしつつこのカスカスな声でね今日の月8も全力で飛ばしてていいきたいと思っております <laughs> 来週来週はどうだろう来週のほんまはあちょっとはあでも舞台の後だから。 絶カカススカかもしれませんね <laughs> まあねいつ潤ってるんじゃいっていう話なんですけどもまあでもあのー、このスタジオでしかねほんまのことを見たことないっていう方々はあのー、そんなにカスカスになるって思うかもしれないんですけどもあのー、本当にカスカスになるんですよ特にリングの上とかですごい私結構あやっぱりうわーって熱量を発散してしまうタイプの、あのー、プレイヤーでして。 ね、なおかつ舞台もねエネルギッシュにもうな何て言うんですか命を燃やしてあのそこに挑むという精神で <laughs> やらせていただいておりますのでなので、まあ、リングの上のね本間を見たことある人たちは多分あそりゃねカスカスになるわなと思いながら聞いてくださったり見てくださったりしてると思うんですけどもあのまだね あのリングの上のほんま見たことないねんっていう人もいらっしゃると思うんですけどじゃあどうすればそのねこのスタジオ以外の本間を見ることができるかっていうとですねスケジュールをご用意しておりますすアクトリスガーールルズのスケジュールこちらですありがとうございます。 ああ、見やすく編集していただいて、本当にいつもありがとうございます。はい、えーですね。今こと、今月、今日から2月になったので、そうですね、さっきの連戦っていうのはそこですね。そこで、あの、他団体さんも入って、1月の後半に、あの、すごくたくさんお仕事をさせていただきました。ありがとうございます。そして2月ですね。 2月は一番最初はアクトリングという舞台のやつで今絶賛稽古しているものであ、これはね、あの月8の後半部分で詳しくお話しさせていただきたいと思いますので、であのー、また詳しくは後半で聞いていただければ嬉しいと思います。そして、えー、一番近い大会がですね、2月11日木曜日の祝日となります。新木場ですね。新木場大会になります。こちらが、刈みましたね。こちらがですね、 <laughs> あのアクトレスガールズ AWG と訳すんですけど AWG タックトーナメントっていうものが去年の11月からあの後楽園ホールで開催されましてなんと決勝戦がこの11日となっております初代アクトレスガールズのタックを巻くタックベルト王者になる。 チームを決めるというもう何ヶ月間にわたってきてやってきたものの集大成がこの11日になりますそしてなんと決勝戦本股へ残っておりますイエーイイ <laughs> イエイイエイイエイ,エイはいあのー すごいね、ずっと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 言い続けてきたものだったりとかベルトへの思いっていうものがもう今喋っててもねちょっと気持ちが溢れ出してしまいそうなぐらい、あのー、思い入れがある。 あのベルトになってるんですけども、まあ、初代っていうところなので必ず巻きたいっていう気持ちもあるし私のパートナーがですねあの以前この月八にもゲストで呼ばせていただいた尾崎舞香というあの同期同年同日デビューの同期とタッグを組ませていただいてあの飾る。 すごいい激闘の戦い1回戦2回戦3回戦とやらせていただいて今の次が決勝が11日となっておりまして相手がですね、えー、とアクトレスガールズの2017年デビューの子たち2人、えー、とかけみくというタッグチームがありまして、まあ、イケメンと美女という、あのー、タッグチームなんですけどそちらの2人と決勝戦をするということが 11日に決ままっておりますので、えー、もう見やすい席がねやはりチケットは売れてしまってるんですけどもまだ若干ありますので皆さんチケット予約まだだよっていう方はぜひぜひよろしくお願いしますその後に1 7日にカラーズ大会21日にアクト大会これ大阪ですねそして23日にビギニング大会といってずらーっと年内 あの分かるところです、ね、まあこれにプラスで新木場大会だったりとかいろんな大会が追加されていくんですけども大きい大会結構節目の大会っていうのはもう年内まで出ておりますのでチケット予約が開始しているものもありますしていないものもありますので、えー、詳しくはですね アクトレスガールズの公式ツイッターにあの載っておりますそしてただいまホームページがですねあのちょっとシステムエラーとなっておりますのでホームページにアクセスをするのではなくこちらの、あのー、スケジュール表などあといろんなこととかは、えー、選手のね あの個々のツイッターだったりとか sns。あと、公式のアクトレスガールズの sns にアップされております。まあわからないことはね、選手の方にあの質問していただけたらいいのかなと思いますし。私本人のところにリップだったりとか dm だったりとかあの？ 送ってくだされば、あの、分かる範囲で答えることはできると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、えっ、ー、と、ちょっと引きにしてもらいましょうかね、画像を。あ、あ,あ,ありがとうございます。<laughs> いきなし、本場が出てきました。はい、ありがとうございます。年内ね、いっぱい出ておりますので、あのー、リングの上で、暴れている <laughs> 暴れてるのかなあのー、なんだろうね、生きてる。リングの上でもう一生懸命生きてる本場を、ぜひ、あのー、見に来てくれたら嬉しいと思います。その他にもね、 多団体さんのあ,ありがとうございます,そうです、ね、あの多団体さんの参戦の,あの大会とかもありますので随時よろしくお願いします。もう今のところね後楽園ホール大会とか大阪大会大きい大会のものが後半にはバーって出てるんですけどこれにプラスで関東とかいろんな。 横浜とかそういうのとかが入ってくるんではないかなと予想しておりますので皆さんまあこのご時世でねあのー、どんな風になるのかちょっと分からないんですけどもできる範囲であの会いに来て体感してくれたら嬉しいなと思っておりますありがとうございますはいそしてですねさらにえっ、ー、とアクトレスガールズはですねアクトレスガールズネッツという動画の配信がございましてそちらは月額1000円にてえー 今までの試合過去の試合だったりとかまあ今の最新のこの間の大阪大会も随時アップされていくということであのー、いろんな選手の試合とかあと後楽園ホール大会で合同でやらせてもらったものとかそういう試合内容とかマイクとか、えっと、控え室の。 あのー、コメントだったりとかそういうものとかがあの見えるようなコンテンツがありますそちらもぜひ、あのー、登録していただけたらまあなかなかね見に行けないよっていう方とかはやっぱ あのどこからこのタッグがスタートしてとか、ね、そういういろんなストーリーとかも分かりやすくなっておりますのでぜひそちらもチェックしていただければ嬉しいです。もちろん DVD もね販売させておりますのであのネット環境とかのね問題とかいろんなものがあって見えないよって人はぜひ DVD もありますのでぜひそちらも検討していただければ嬉しいと思います。 はいあ出た今これ、えー、右下、右下だね、右下に出てるこれですね、アクトレスガールズネッツというものがございますので、こちらもね、ぜひぜひ皆さん見ていただけたら嬉しいなと思っております。本当にね、あのー、逆に、すごく成長した、あのー、選手とかも分かりやすくなってますね。昔の、私もそうなんですけど、昔の試合の映像ががっつり載ってますので、今と見比べてくれると、あ こんなにスピード速くなってるんだなとか、ああ、こんな技使うようになったんだなとかっていうのもちょっと分かりやすいのかなと思っておりますので、あとはね、たくさんたくさんメンバーがいます。あのー、みんな可愛いです。なので、あの中でもね、誰を押そうかなっていう押し名も決めていただけると、またまた見てるのも楽しいんじゃないかなと思いますので、ああ、すごい詳しく開いていただきましたね。ありがとうございます。こうやってね、いろいろな大会を見ることができますので、ぜひぜひ皆さん、 要チェックしししてくくださいいいよろしくお願まますすありがとうございますイエー,イあーもうちゃんと宣伝してる偉い <laughs> そしてですねもう一つえっ、ー、と先週の放送からちょっと募集し始めたんですけども2021年はねちょっと月八メンバーを募集しようと思っておりましてででんこちらです こちらはですね、見ていただいて、えー、聞いていただいている人の参加できる放送局ということなので、こちらのアドレスですに、アドレスですって、アドレスにですね、あのー、番組名なので、だから、まあ月8位だったり、アクトレックスガールズマンデンナイトでもいいんですけど、こちらにあの送信していただけると、あの月8メンバーになれますよということになっております。で、月8メンバーになると、あのー、 どんな特典があるんですかと言いますとね、すごいですよ、これ。番組応援の会の特典、月8メンバーの会はですね、生放送見学、これでも抽選で当たると。ということですね。あと、応援している月8ですね、私です。ホーマータイトのイベントなどができる。そして、生放送中にテレビ電話など、まあね。ちょっと顔出るの恥ずかしいなって人は声とかでもっていう、なんか生の,あのや,りたりやり取りの。 参加ができるというすごくあのお得なあの応援の回となっておりますので是非皆さんよかったら月8メンバーになってくださいもしねわからないこととかがありましたら本間、えー、たえのツイッターの DM だったりリプだったり。 あの送っていただければあの随時質問に答えていきたいと思いますのでぜひ皆さん月8メンバーになっていただいて月8をもっともっと盛り上げていけたらいいなと思いますので皆さんよろしくお願いしますイエーイはい嬉しいですねありがとうございます、はああもうあの言わなくちゃいけないあの宣伝のものは言ったよ <laughs> はい今日はですねあのー、私一人でお送りするということなんですけどもまああのー、今ねちょうど1月が終えて1月が本当に自分の中で怒涛だったし、まあ、1月は31日まであったのでね長いなっていう感じがしたんですけども1日1日はすごい早かったんですけど振り返ってみるとああれまだい 2021年って 1, 月1ヶ月しか経ってないんやって思うぐらいすごく濃厚な時間を過ごさせていただいたんですけどもまあそうですねあの1月一番最初に始まったのが舞台からだったっていうこともあったのかもしれないんですけどもまあ今月はですね先ほども話させていただいた通りあのまあプロレスのお仕事としてもあのタックベルトというずっとずっとあの言い続けたもう私的にはもう2年 ぐらいいの思い入れがあるあのベルトになっておりますのでそれがようやく形になってまあ自分が決勝戦に残ってるっていうこともやっぱりすごく、まあ、パートナーのマイカだったりとか戦ってくれたメンバーに対してすごく感謝もあるし恩してくださっている皆様にも感謝でいっぱいなんですけどその一つのね何だろうずっと思ってたことが。 本当にみんなに待たせすぎてるんですけどお待たせしてしまっているほんまを応援してくれている人たちを何度も何度も約束ねベルト姿見せるって言ってあの約束を破ってしまっていた私なんですけどもその姿をねようやく、ま、見せれるチャンスがあのまた今月に本当に巡ってきたなってもうこれを絶対逃したくないって思ってい,いるということもありますのでやっぱり2月 のはすごく自分の中でもあ勝負の好きだなと思ってます。まあ2月11日ですよねだからでしっかりベルトを巻いたら。 そのね、やっぱりベルトを持ってこの月八の生放送のこのスタジオにあの来たいと思っていますその時にはねスタッフさんにも「ドヤーってこうやって見せたいと思ってますのでイエーイ <laughs> はいもういつも応援してくださっているのでそういうねあの日頃の感謝をたくさんの人に伝えていけるようにまずはベルトを絶対巻きたいっていう気持ちそういうのを大切に,に、あのー、大事な1ヶ月になっていくんだろうなって思って おりますまあでも2月ね先ほどもい言いましたけども早く過ぎてしまうのでまあ1月みたいにねあのー、濃厚な時間を過ごしてあの早いね日数が少ないのにいや2月もめっちゃ長かったなーとか2021年めちゃめちゃあのー、月日が経つのが長く感じるぐらい。 あの濃厚だなって、まあ、早いんだけど体感は早いんだけど振り返ってみるとめっちゃ長いなって思えるような時間を過ごしていけたらいいなと思っておりますでね2月は、まあ、いまあ最初さっきも言いましたけど1週目だから今週もう1週間だよ今週末2月7日 にあ一つ舞台がありまして、まあ、それの稽古をずっとしてきてるんですけどもそれがあと1週間で本番を迎えるっていうことがありますので、まあ、それの1、まあ、個そこに集中するっていうこともあるんですけどもその後にやっぱベルト戦があってでベルトを巻いた後にはやっぱりね防衛戦をやりたいとかあの地方に行った時にしっかりベルト姿でみんなに会いたいとかそういうものもありますので2月もさっきねスケジュール見たら。 あの大阪大会とかも入っていましたので、まあ、それもね、あのー、いろんなことやりたいなって思うことこと思い浮かべるともうやっぱ2月も,もう、あのー、あっという間に過ぎつつすごく大変な <laughs> 時間になるんではないかなと思っておるわけでございますけどもでもやっぱりねそういうお,お仕事っていうかさ そういう面に対してもも,うもちろん一生懸命なんですけども100%で臨ませていただいてるんですけどやっぱり2月はねもうね小学生いや,いや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 うーん保育園児の時からねやっぱりバレンタインじゃないですかねバレンタインがやっぱりなんか1個のねその2月の中だ2月といえば何ですかバレンタインって出るぐらいあのすごく。 もうなんね、代表するイベントの一つになってると思うんですけどもこれってバレンタインってさ実際は男の子がドキドキする月なのかなそれとも女の子がドキドキする月なのかななんか女の子が好きな男の子にチョコを作って告白するみたいな修理じゃないですか。でも男の子的には 俺いくつもらってみたいなそのドキドキ感もあるから、まあ、ギリチョコっていうものが世の中にはあのー、できましたしまあすごい、あのー、あのすごい、あのー、経済効果ですよねこのバレンタインっていうのは。<laughs> これを機に多分すごくチョコレートも売れるだろうしそれにリンクしたものとかも売れていくと思うのですごい素晴らしい経済効果だなと思ってるんですけどもどっちがドキドキするんだろうねどっちなんだろうなんかもうこの年になるとこの年とか言っちゃあれなんですけどめっちゃスタッフさんが今向こうの画面越しでめっちゃ笑ってるブースででもなん,かなんかなんだろう一番ドキドキしたのってやっぱり。 中学生とかかそのぐらいかな、ね、好きな先輩に渡そうかなみたいなどうしようかなみたいなのとかそういうのにドキドキした思いではあるんですけどなんか大人になってからはあんまりそういうのがなくなったかな <laughs> ギリチョコ渡してみたいなっていうふうにお父さんとかに渡してとかねなんかスタッフさんに渡してとかそういう風になっていってしまったような気がするんですけどどうなんだろうねみんなは。 わかんないけどでも絶対にさその幸せな時間を過ごしている人たちもいると思うのでなんかいいですよねなんかバレンタイン別にチョコじゃなくてもいいと思うし例えばバレンタインのプレゼントとしてそれこそプロレスが好きっていう、ね、カップルだったらあのプロレスのデート、ね、バレンタインのデートの代わりに。 プロレス見に行こうよって言ってそれがバレンタインのデートになってもなんかすごくいいなって思うし2月11日にあるしねちょうどね別にこ <laughs> <laughs> ぎつけてるわけじゃないよでもなんかそういうのがあってもいいかななんかいたんだよねファンの方であの誕生日だったからあの彼女とデートで来ましたっていうてるファンの方がいてあ素敵だなと思ってお互いに好きなものを ね、なんかそれをデートとしてその自分たちのプロレスとか、まあ、自分たちの舞台とか自分たちのイベントとかそういうものをあの一つのプレゼントっていうかデートとしてあの一緒に行くっていう楽しみ方っていうのは、まあ、すごく素敵だなと思ってそれが自分たちの興行が好きだからって言って選ばれたことにすごく嬉しかったのでなんかそういうのもあってもいいのかなって思いながら。 までもね、みんなねでもいろんな仕事場とかさ、ね、学校とか学生なら学生とか仕事場とかでもたぶんたくさんもらうと思うんだよねあのチョコレートとかクッキーとかケーキとかさあとプレゼントかでも本当はさ何だっけえっと日本以外日本以外っていうかあのはイイタリアだっけな,か,なんかヨーロッパ系の人たちは。 あれなんですよね、バレンタインって男の人が女性に告白する日なんですよ実は男の人が好きな女性にあの告白をするっていう日で確かにその方がいいなと思うんですけど <laughs> ねホワイトデーっていうのは後からねなんか作られたっていう話じゃないですか、まあ、ホワイトデーなかったらちょっとね私たちもちょっとお返しもらえないのは切ないのであれなんですけども っていう日でもあるので別にあの2月14日はあのー、男性が女性に、あのー、告白してもいい日なんですよ。なので別にねバレンタインデーだからってね、あのー、女性がチョコレートを握りしめていく日じゃなくても逆,逆のねやつでもいいのかなっていうのもあるしそういうことをするサプライズはすごくいいですよね素敵だなって思います。 ね、でもあ今思い出したけど私バレンタインデーの思い出で <laughs> 幼稚園の時かな幼稚園の時にあのー、バレンタインデーをお母さんと一緒にねあの幼稚園のやっぱ好きな子がいたので好きな子に渡すからバレンタインデーのチョコレートを買いに行ったんですよおかんと一緒に。で,こで買って いろいろ選んでこれがええなっつって選んでレジに行って、まあ、放送とかしてもらえるわけじゃないですかそしたらねそのレジのねあのお姉ちゃんお姉ちゃんかお姉ちゃんかおばちゃんかちょっと間ぐらい綺麗な綺麗な人だったんですなお姉さんみたいな人が「あれ男の子が男の子にあげるの?」って言われて「<laughs> は?」みたいな <laughs> 何言うてんねんこの人と思って私ねあのめちゃめちゃあの幼稚園の時とかも ベリーショートだったから男の子みたいだったんですよでお兄がいるんですけどお兄のお下がりばっか着てたからもう靴とかも全部なんていうの男の子の格好してたんですねもうライオンみたいなハーパーみたいななんか靴はなんとかレンジャーみたいなのとか <laughs> かそういうのが多かったんですよお下がりを着てたからでしかもすっごい ね、あのショートヘアの顔もさやっぱり幼いからまだ男の子みたいなだったんでしょうねでそうやって言われてすっごいショックで私幼稚園児の時に「えみたいなでお母さんはいや女の子ですって言ってたんだけど <laughs> 今考えるとさその店員さめっちゃ失礼じゃないいやさそうだと思っても言うなやみたいなね本当に今考えると笑っちゃうぐらい。 笑っちゃうぐらいいやあの人なんでそんなこと言うたんって思うぐらいめっちゃ失礼やんなと思いながら <laughs> 今思い出したすごい覚えてるもん今でも幼稚園の時の記憶なんてあんまないのにその人のことだけはめっちゃ覚えてるショックだったんだろうねめっちゃ <laughs> そういや言わんでもええやんと思って男の,男の子が男の子にあげるんですかだとしてもええやんと思ってだとしてもええやんみたいななしかも売り上げに貢献してるんやからと思いながら っていう思い出があったんですけども <laughs> あったんですけどもねだからみんなもね多分バレンタインの思い出っていろいろあると思うんですよまあ女性の方が多いのかもしれないけども男性の方もね多分あると思うのでだから来週はねえっ、ー、と2月7の月が 2, 2月8日でしょだからバレンタインで が近いで多分次の週がもう15日なのでバレンタイン終わってしまってるので、えっと、来週の月8の,あの放送生放送の時にはあのちょっとバレンタイン計画みたいな感じで皆さんのバレンタインのなんか思い出とかエピソードみたいなのをちょっとあのまたツイッターで募集させていただいてまあそれをねあの ちょっと話されるのは嫌だなって思う人はあのー、公開しないようにとか言ってくれたりとかあでもリプできたらみんな読めちゃうけどね <laughs> なんかそういうエピソードちょっと募集しようかなと思っておりますはいあのー、ぜひ皆さん <laughs> 募集してみてくださいすごいあのな、ー、んでもいいです本ワカする思い出でも出てもいいし。 バレンタインデーでほんわかする思いでもいいしすごく苦い切ない思いでもいいしなんか家族とのほっこりの話でもいいし何でもいいです別に男女の思うね思うバレンタインじゃなくて友チョコっていうのも最近あるし自分チョコっていうのも最近あるのでなんかそういうバレンタインという縛りの中で皆さんのエピソードだったり。 思い出だったりっていうのもちょっと募集しますので、ぜひ来週の生放送は皆さんちょっとバレンタイン企画ということであの楽しみにしていただけたらなと思います。本間はあの本、ー、間のエピソードたくさんあるんですけど、バレンタインのでもう一つはその幼稚園の時にあのチョコレートを売ってくださった店員さんに男の子が男の子にあげるのって言われたっていうショッキングと <laughs>。 今思ってもんで言ったらそんなことと思うもんね。めっちゃ失礼やんな。わからんけどその日まあねそういうことが言える時代だったんでしょうね。今だったら多分ねもうツイッターとかにツイートされて叩かれてもうっていう大変なものになるんではないかと思いながらでも何でもいいですそういうなんかちょっとひね面白おかしいエピソードもどうでもいいしほんとに純な純粋な。 なのでちょっと募集したいと思いますのでまたあのツイートをしますのでその募集のなのでそこにリップを送ってくれれば嬉しいなと思っております皆さんのねなんか甘くてちょっとほろ苦いような <laughs> あのバレンタインデーの思い出を聞かせていただけたらいいなと思います まあ来週ねまあバレンタイン企画っていうのもあるしなんかねチョコレートでも食べながら可愛く配信しようかな。<laughs> むしゃ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 食べる音がマイクに拾われてみんながほんま食べてるなって思うような感じの配信になっちゃうかもしれないけどわかんないでもなんかちょっとあのバレンタインチックなあの放送に生放送にできたらいいなと思っておりますのでまあね 8日8日に生放送を見る人は、ね、一緒に配信生放送を見ながらあのチョコレートをたべいてくれたら <laughs> ほんまがほんまとバレンタインを過ごしてるみたいな感覚になってくれたら嬉しいなと思っておりますのでぜひ募集したいと思います皆さんどうぞよろしくお願いいたします。イイイイエーイイエーイはい <laughs> バレンタインデーの話で盛り上がっちゃったまあでもねたいっぱいあると思うだってずっと生まれた時にはもうバレンタインっていうイベントあったもん家族でねなんかなんか娘がねお父さんにあげるとかさお兄ちゃんにあげるとかさお母さんいつもありがとうってあげたりとかしてたからねなんかだからい,いろいろあると思うなんかクリスマスに準ず,ずるぐらい 結構いろんなみんなエピソードがあると思いますのでお待ちしております。はい、えー、ということで、あのー、バレンタインデーの話 <laughs> こんなに膨らませる気はなかったよ <laughs>。そう、あのー、今ね、さっきも言いましたが、えー、2月に入って、えー、今ね、絶賛舞台のお稽古をさせていただいているんですけども、えー、舞台、アクトリングというものがありまして、こちら、チラシがありますね。お願いしてもいいですか。あ、ありがとうございます。はい、えー、この間ですね、 あなつきちゃんここのアクトリングにあの出,出演する女優さんなつきちゃんっていう女優さんがいるんですけどもその子が先週あのゲストに来ていただいてまあ日頃のねなつきちゃんの,あの活動を聞きつつ最後はねアクトリングのお話をたくさんたくさんさせていただいたんですけどもこちらはですねあのー プレ公演となってておりまして去年のね11月もこのアクトリングっていうものの別チームでその時はかぐやというあのー、江戸からタイムスリップしてきたみたいなあのー、すごいイコなんか SF チックなんこれも SF チックなんですけど。 まあ、その時代をまたにかけて物語が進んでいくという舞台なんですけどもそのかぐやというチームのプレ公演がありまして今年2月にはこの、えっと、宇宙海賊シェルオールというののプレ公演こっちのだからチームが分かれているっていうんですかねかぐやのチームがあってシェルオールのチームがあって他にもいくつか 何個かあるという、まあ、どん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 つながっていくというあの壮大なエンターテインメントっていう舞台になってるんですけども今回は2月7日ですね今週の日曜日ああもう1週間切ってますねに、えー、と宇宙海賊シェリオールという舞台がありますこちらにですね私は、えっと、本間耐え自身として出演させていただいております役がまあもちろんあの 舞台なのであの、台本もあります、演出もつきます、えー、照明だったり、音楽だったりとか、いろんなものを全部、あの全てお稽古をして、皆さんにお届けするという形になってるんですけども、あの実際に、本間胎は本間隊として、アクトレス・ガールズの本間隊として、役をいただいて、そこに出演するという形になっておりますので、その中で、あの私同様、アクトレス・ガールズから何人か。 出てますね関口かける青のみく林歩み谷川よし子桜井舞というメンバーが出ておりましてこの子たちもそのアクトレスガールズの個々のあのー、本人として役をいただいてセリフをいただいてあのー、舞台に出演という形になっておりますこれって結構珍しいですよね違う役になりきるっていうわけ ではない自分自身で立つんですけどももちろんセリフや演出は決まってるので演じるということには変われないんですけどもでそれに対して、えー、と違う役として全然本人とは違う役として出てくるキャストさんが女優さんでずらーっといたりとかあと、まあ、あのレ,フレフリーじゃないやリングアナさんとしてあの出演していただいている女優さんとかそういう方々で国なす。 あのお届けするということになっております。で、もちろんあの物語がこの間のプレ公演とは全く違います。そのプレ公演のえっ、ー、と去年にや去年にやらせていただいて、その家具屋というチームのプレ公演の最後にこのシェルオールの。まあ、リーダー的存在な人が最後にね。ちらっと本当にちらっとだけ登場したんですよ。 でまあトゥービーコンティニューみたいな終わり方をしたんですけどもそれのトゥービーコンティニューがこちらの2月7日ということになっておりますでこれがですね、えー、新宿フェイスという会場になっておりましてまあ行ったことある人もねいると思うんですけどもあ,のあ,ありがとうございますあのー、こちらリングが あの設営されている会場となってておりましていろんな物語が進んでいく中で戦うということは変わらない戦,う戦いをするっていうコンセプトは変わらないですがそれをプロレスを使って表現するということなのでリングのある状態であの舞台がずっと進んでいくという形になっております。あのどんな、ね、やつらが来るのかちょっと かんないですまあ海賊っていうぐらいだからも悪いやつなのかなねまあでもこの間もねなつきちゃんも言っておりましたがまあちょっとあの悪役じゃないですけどヒールチックなっていうところなんですけどまあでも彼女たち彼女たちなのかわかんないけどその宇宙海賊シェルオールにもシェルオールの何て言うんですかね正義みたいなのがある考えがある中での戦っていくっていうことになるのでまあそういうねいろんなもの 個々が大事にしているもののために、あのー、戦ってまあその中で何かが生まれたりその中でまた新しいストーリーが始まっていくということになっております。なのでねまあこの間のかぐやの時の最後に「ToBeContinue」があったのでこの「シェルオールのあとも「ToBeContinue」が来るのかどうか。 わかりませんがわ <laughs> かりませんがそれはね見ていただいた人のお楽しみになるんじゃないかなと思っております時間がですね11時45分に会場そして12時30分に開演となっておりますこちらはね舞台なので あのいつもの,あのプロレスを観戦される方がねあのアクトレスガールズのお客さんだと多いと思うんですけども舞台との感激ということになっておりますのであの普段とはちょっと違ったルール本当感激の中でのルールのもと進んでいかせていただきますもちろんこのご実践なのでねであのまあちょっと今日あの緊急事態宣言がちょっと延長のねっていうもろもろやってますけどもまああの。 そういうご時世の中でやらせていただきますのであの感染対策についてあのもちろんこの座組があのできるかあり今一番自分たちができる限りのことをして皆さんにお届けするというのは当たり前なんですけど皆さん来場していただく皆さんにもあのご協力をお願いすることがたくさんたくさんございまして本当にあのいつも。 あのね、ご配慮いただいてありがとうございますということなんですけどもあの毎回ね、あのー、こちらもアクトリングのツイッターの公式がありますのでそちらに感染予防に対してずらっと注意事項がばばと流れてきますのでぜひあのー、ご一読いただいて、あのー、会場にご感激に来ていただけるとすごくすごく嬉しいです当日もね、あのー、劇場内で、あのー、また改めて説明があると思いますが、あのー、やっぱりね 皆さんに安心して感激していただけるように、あのー、このカンパニーすべてね、尽くして、今できるすべての力を尽くして、あのー、お届けできたらいいなと思っております。よろしくお願いします。そしてですね、あ、ありがとうございます。こちらがね、宇宙海賊のシェルオールですよ。わー、すごい。すごいね。この、この間ゲストに来てくれたなつきちゃんは、右下のあの、スカート履いてる、 可愛い,い子ですねみたいなすごいでもめちゃめちゃねあのみんな女優さんであ真ん中のあのマリさんはアクトレスガールズの兼、まあ、女優さんなんですけどもあの周りの4人はねかんあの本当にあの女優さんということで。 あのも,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 もちろんあの受け身とか何にも、ね、あのしてないしトレーニングっていうこともしてない状況からあの時間をかけてずっと練習し続けてあの2月の7日のプレ公演に挑むということで,いうことで、まあ、役作りとしてしっかりと今毎日毎日本当にやってるねトレーニングをやりつつお稽古もしつつというので、ね、日々頑張っているメンバーがこのシェロールですね。なので、まあ 公式のアクトリングのアアククトトリリンンググですアクトリングの公式のツイッターにそれぞれのキャストさんのあのーま、イメージ画だったりとかキャラクターなどがどんどんあのアップされていってますのであの名前も公開されてますすごくねあのー、カタカナ <laughs> どんな説明はねカタカナで本当にねあの,あの台本読んでてもまあ読みづらい。 まあ読みづらいわでもまあね宇宙海賊ですからそれ普通の名前じゃないだろうなと思いながらあので今日もねあの稽古してたんですけどもう世界観もやっぱ面白いしあのまあ、ぶっ飛んでるっちゃぶっ飛んでるしすごいですねんかワクワクしますねやっぱり。あので稽古の中でだんだんとあのいろんなことがね決まっていってあの音楽とかもねかけたりとかしながら。 あのみんながちょっと小道具を使いながらやり始めるとやっぱ一気にまた雰囲気もガラッと変わってわっすごいなってこれが本当にがっつり衣装着て照明バーンって当たってピンスポン当たってとか想像するとまあ私なんでしょうねもともと自分も女優をやってるしあのエンターテインメントというものがすごい好きなのでそれを想像するだけで本当にワクワクしてくるんですよ。はいで物語なのであのあ 一個一個の登場人物にすごくあの設定がしっかりとされておりますのでぜひぜひ皆さんまあねこの海賊シェルオールの中からもなんか惜しめんじゃないですけどみ決めていただいてみたりとかするとすごくいいのかなと思います。あのー、やっぱキャラクター、まあ、影の時もそうですけどアクトリングってキャラクターがもうバババババ,バってあの出てくるんですねそのキャラクターだだからなんだろうね。 2次,元2次元のキャラクターが、えっと、3次元に飛び出してくるっていうイメージの,あの舞台になっておりますのでキャラクターありきのものがありますのでだから特典とかもねそのキャラクターのグッズがつくことが多いのであの、ね、その、ね、好きなキャラクターがリアルに動いてるっていう感覚をいろいろこれ今プレ公演だからね分かんないですけどもこれがどん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 出ていって。 そういうものができた時にそのキャラっていうのがこのキャラとこのキャラがあああとかいや面白いことがどんどん起きていくと思いますので、えー、一つ一つのねプレ公演は一回きりしかないのではいなので皆さんぜひよろしくお願いしますはいえっ、ー、とチケットがですねもうえっ、ー、と結構少なくなってきてると今日連絡がありましてですね、えー、もちろんカウンター席がもう完売でリングサイドが2枚。 って言ってたんですけど、多分もう2枚もないんじゃないかな。で、えっ、ー、と多分売れたと思います。残り何枚みたいな感じ。あ、なんか出てきた。ツイッターなんか出てきた。え、アケトリン,リングの上でジュ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 ジカウンター席完売。すごい見て。ね、私がねこのツイッター見ればいいんですよね。すいません。<laughs> ね、リアルにね。はい、あのー、ありがたいですね。でも。 私もね、あの、チケット予約をたくさんいただいてありがとうございます。あの、まだまだね、あの、残り、まあ、本当に少ないんですけども、あの、受け付けておりますので、ぜひ、もう、良い席はもう本当に、あのー、ないです。<laughs> お早めに、まだある中でも、ちょびっとあると思うので、ぜひ皆さん、見ていただけたら嬉しいなと思います。今、一番最初のね、 あのやつにあのあシェルオールのキャプテンカリーナさんがあのアップされてますねイメージキャラクターとすごいんですよこのキャラのねデザイン通りにまあ当たり前なんですけどあの衣装が作られていて本当にすごいもうあの何でしょうね私はやっぱり女優もやってるのでこういうことがワクワクしてくるんですよねはいなので皆さん ぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいと思います。あの、フォローしてね、いただけると、新しい情報とかも随時アップされていくと思いますので、あの、みんなのね、何ていうの練習動画とかも上がっていきますし、ゆくゆくはね、なんかなんだろうね、その、なんか撮影してた時の NG 集とか、そういうのとかも上がってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん、公式のアクトリングのフォローもよろしくお願いします。もちろん、あ来た、なつきちゃん なつきちゃんですね。はい。あの、先週ゲストに出ていただいたなつきちゃん、なきちゃんも出ていただきます。出演してますので、ぜひよろしくお願いします。えー、もちろんね、アクトリングの公式ツイッターをフォローしていただきたいのはもちろん、えー、ホーマータイのツイッター、そして、アクトレスガールズのツイッターもフォローしていただけると嬉しいと思います。ありがとうございます。あ、フォロー解除、フォロー中、ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。フォローしていただけた。イエーイ。 ありがとうございますはい皆さんね是非是非注目していただけたらと思います一番近くでまあほんまに会える日が2月7日になっておりますのでえんそうだよねうんそうだもうあのそうですね2月7日までは毎日集中稽古なのであのそうですね他のお仕事は入れてないのであの生で会えるのは、えー、2月7日が 一番最初となりますのでぜひぜひ皆さん2月7日は新宿フェイスにお越しくださいよろしくお願いします <laughs> イエーイありがとうございますちょっと喋ってるとさだんだんやっぱりかすれた声があの出るようになってき <laughs> たと思ったんですけどそうでもないですかカツカツしてるやっぱり カスカスしてねうんうんって言ってくれてますスタッフさんが優しい <laughs> ありがとうございますそれですねあとは2月7日の舞台終わったら先ほども言いましたが2月11日のアクト新規模大会がありましてそこではねベルトをかけた決勝戦がございますのでそちらも注目していただけたらと思いますあとはですねまあ、個人的にあのー、2021年の 目標を、なつきちゃんともね、あのー、話してたんですけど、あありがとうございます。今、右下にまたスケジュールが出てた。まあね。でも、まあ、いろいろ出てる中で、えっと、2月、まあ、11日のベルト大会もそうですけど、やっぱりね、4月4日の後楽園ホール大会っていうのがありますよ。あるんですよ。ねえ。後楽園ホール、ベルト巻いて出たいね。出たいなと思います。だから、2月11日に、 決勝戦でしっかりと初代のチャンピオンになればその後防衛戦が組まれたとしても防衛し続ければきっと4月4日はベルト姿の私でリングに立つことができると信じておりますのでそれをちょっともっイエーイ目標にねあのやらせていただきたいなと思います。先週ももねね、2021 2021年年のの目標みたたたいいいなのを語らせていただいたんですけどもまあ2021年、ねまあ 今やっぱりこののご時世なので限られてるじゃないですかかやれること,とかもでいつ本当にこのエンターテインメントがまた皆さんに届けられないこういう形で届けられないってなる時が来るかもしれないっていうことを考えつつでもやっぱり目の前のことをね一つ一つクリアにしていくっていうのはもちろんなんですけども1月ですねあの1ヶ月が過ぎました2021年1ヶ月が過ぎた中であのまあ その一つの目標みたいなものの種まきじゃないですけど回収が本当に今月の11日に一つあるのでそれを絶対に形にしたいなと思っております皆さんにね、応援していただけたら嬉しいなと思ってるんですけどもでもまあ一番はやっぱりねあのー、結果を出すことだと 思っておりますのでいくらいくら皆さんにねお願いしますね願してください応援してくださいってねエネルギーをもらってまあすごいエネルギーなんですけどでもやっぱり自分自身に勝たないと結果はついてこないと思うのでしっかりそこはね皆さんエネルギーを吸収して自分自身に勝てるように頑張っていきたいと思いますので皆さん ぜひまあ、でもあね8日の生放送の時はまだ大会終わってないからまだそわそわしてると思うんですけどその週にだから2月の月8日ではきっとベルト姿の本間を届けられるように頑張っていきたいと思いますので皆さん楽しみにしててくださいイエーイはいなのでねえっ、ー、とーまあ1年かけての。 節目を見つつ、まあ、い2021年1ヶ月が過ぎたんですけども2月一番最初2月1日ですよ今日2月1日の2月のスタートを月8生放送をあのご覧くださいまして本当に本当にありがとうございます来週はですね先ほどあのちょっと話させていただいた通りちょっとバレンタイン特集みたいな感じで皆さんからの,あの体験談エピソード いいろいろあの聞いてあの番組をやっていけたらなと思っておりますので、まあ、その時はね、えーと「アークトリング」も終わった後なんですけども「あのカスカスの本間タイがまた登場するかもしれません。<noise> いいううううってなってるううううってなってる <laughs> なんですけども、あのー、でも一緒に楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。では今週もね「カスカスな本間でしたけども終わりたいと思いますので。 来週はバレンタイン特集で会いましょう。本日も、イエーイ本日も月8生放送をご覧いただきましてありがとうございました。では、また来週バイバーイ